にございますでしょうか。産経新聞の山本です。さっき言ったあの府議会が、ライドシェアの、大阪版の求める独自案の実現を求める、緊急要望書を国に提出することを決めました。この受け止めをまずお願いします。はい、やはり議会としても万博と世界的イベントを大阪で行う以上、できるだけ自由に円滑に移動ができるようにということで、議会の意思としてもライドシェアをぜひ実現すべきだということだと思いますし、それは心強く思います。またこの点については大阪維新の会だけではなくて、公明党も自民党も入った上での共同での決議だということですから、維新単体の決議ではありませんし、公明党であり自民党もそのように考えている、地元大阪においては、そしてそれを国に要望する、議会の意思でありますから、ぜひ国交省においては、大阪府議会の議決の意義、大切に受け取ってもらいたいと思います。それにしまして、今国の方に実現を求める活動、要望活動を続けているかと思うんですけども、今現状進捗はどのような段階にあるんでしょうか。現状は実務的に協議を進めていきましょうということを今やって、その交通整理をしている状況だと思います。今のところ国からまだリアクションはないかと思うんですけども、何か超えるべきハードルというか課題といったものがあるんでしょうか。それはもともとこのライドシェアというのは国交省において台数制限、時間の制限、日時の制限というのは全国的にカチッと枠をはめて、かなり限定された範囲ですということをやっているわけで、それを乗り越えた提案をしていますから、国交省との関係では新しいことを検討するという意味では壁になっていると思います。その壁をなんとか我々としては取っ払っていきたいという思いで、僕自身も国交大臣の話をしましたし、全国知事会も応援してくれてますし、大阪府議会も今回決議をしたということで、国交省としてはやはりこれは真摯に受け止めてもらいたいと思います。はい、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。本日政務に関する質問ございますでしょうか。